宇宙をさまよう命の炎次の母を探してるふさわしい方見えたなら静かに忍び座り込む親と生まれてしばらくは様子を見ながら泣いてる時には反抗をしてみたり時には涙を流したり体を鍛え心を磨き人間社会を過ごしてみるが全てが旅命が旅するダメな社会と気づいた地を縮めて宇宙に戻る周りはあれこれ言うけれどいつも一人で旅をする人生何がし決められて誰も知らない真実それでも笑顔は素晴らしい世界が明るくなるように短い人生